日本埼玉県埼玉市岩月区小川小川は、埼玉県埼玉市岩月区の町名及び大技。現行行政地名は小名、小川一1丁目、小川二2丁目及び大技小川。住居表示未実施地区。郵便番号は339-0072。埼玉市の難読地名の一つに数えられる。埼玉市岩月区の中部に位置し、西は、元荒川市流氷川を境に、 は田市に隣接する。東には南北に埼玉県道65号埼玉佐って線が通る。東岩月駅からはやや距離がある。地内は小川一丁目、二丁目が市街化区域、大技小川が市街化調整区域である。かつては日光なり街道沿いの村であった。1977年頃から大規模な区画整理で、 西部を工業団地として整備した小川一丁目、二丁目は、地上の小川工業団地の一部となっており、コカ・コーラボ・トラーズ・ジャパンなどの工場が立地している。大技小川が、元からの集落で、大宮大地の雑木林などが点在する、のどかな地域である。縄文時代の遺跡である小川貝塚や羽鳥山、貝塚が地区内に存在する。元は、 江戸期より存在した武蔵国埼玉郡岩月寮に属する小川村であった。この辺り一帯は中世末期頃より見出せる大田層の身のわとに属していたと言われている。小川は小家城とも記され、小家場とも呼ばれる。村高は昭法年間の武蔵国伝園坊では172国余り、元禄郷町では109国余り。 天保号町では166国余りであった。活性期の世帯数は20件で、村の規模は東西7町、南北6町であった。地名の由来は未婚の地を意味する古賀にちなむ。2017年10月1日時点の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、 学区は以下の通りとなる。鉄道は付設されていない。東部の打線東岩津駅が 2km ほど南東にある。ありがとうございます。